どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はメイドインアビス見ていきたいと思います。早速見ていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、あ、レグ、あ、これ初めてファプタと、あ、2回目、もう1回来たとだね、今ね。やっぱ忘れてんだね。うん。それよ。教えてくれ。このワズキャン、はあ、始まる。もう前回あそこで終わって超気になるとこだったから、いやもうワズキャンがみんなにもあげたって言って、あげたことによって何が起こるんだろうね。まあ、あの水を飲んだことによって発症した病気はなんか治ったの、もうすっかり。あれ、まあ症状は良くなるっぽいけどさ、まあ、それによってみんなだったり、あとベラフも発症してたから、まあ多分良くなってんだろうね。ワズキャンもガンガン飲んでたけどさ、発症してたのかな。いやーにしてもさっきのファプターすごいね。レグとの約束も気になるけどさ、もう一瞬で決めて自分の腕もぎ取ったけど、なんだろうね、それだけレグのことを信用してるっていうか、過去になんかもう腕なんか捧げるって思わせて、それを実行させるような何かが二人の間の中であったんだろうね。願いの形、はい、うわー、ベラフどうした、表情が、え、どうしたの。抗えなかった。うん、はあ、いやー、こんな状況見たことないよ、ベラフの。どうなってんだろう、イルミューイ。
きくなってる。え？え？これイルミュイ？うわー。え、ワズキは何すんのそれ。これ食べさせたの？うわぁ、ちょっと。はぁ、あ。はぁ、あ、もう怖いんかな。イルミュイの子供って考えるとね、やっぱブエコは罪悪感というかさ、いやー、うわ、すっ、だいぶ大きくなってんだ。どんどん。二つ目？何それ？へえ。
わずきゃんなんだよ、今の顔。何それ。歩ってんの？うわ、この子ずっと一緒にいたのに。ベラフは最後まで慣れなかった。日陰じゃダメだった。うおー、なんだなんだなんだ。取り込んでる。ベラフ。何？あ、これ緑のあれやん。うわ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 ー、ベラフ。で、この姿に？あのでっかい木みたいなやつがイルミユイなんだ。ってことは、
わあ、ブエコ。何？で、囚われたんだ、ここに。なんだ。これがイルミュイの思い。はあ、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 はあ。わァプター。あ、この願いが叶ったってこと？その子供を産みたいっていう。うわ、
ああ、そうなんだ。ブエコ？いやいや、深かったね、今回の話の内容は。この慣れ果て村っていう、この初めに見たあのでっかい木みたいなの、これそのものがイルミュイなわけね。で、ファプタっていうのがイルミュイが最後に産んだ子供かっていうことで、まあ、イルミュイの願いであり思いの形なんだね。あの暴れたりしてるのも全部イルミュイの思いなんだ。いや、なんかすごいな。すごい回だった、なんか。結構っていうか、だいぶ黙っちゃったけど、めちゃめちゃ深入りしてみたな。もう一回見たい。まあ、この第6層の慣れ果ての村の成り立ち、過去の話を、まあ、今回で、まあ、ほぼほぼ語られたのかなって思うので、来週以降はやっぱり、まあ、お話がね、どんどん動いていくんでしょうけど。いやー、すごいな、やっぱメイドインアビス。回を重ねるごとに、やっぱね、いろいろとこう考えさせられるし、こうのめり込んでしまうような感覚になってきますね。はい、ということで、同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。